岡崎、見てないで助けてくれよ。アホが映るから嫌だ。あんためちゃくちゃ白状すね。おおおおおおおあんただって悪いんでしょうが、これに懲りてちょっとは反省しなさい。往生せえ。その時俺は思い出していた。かつてこの町にはとんでもなく強く、そして美しい少女がいて、一般人に迷惑をかけたがる頭の悪い連中をやっつけて回っていたという噂がある。やられる前に言ってください。目を来ないでくれ。ちくしょう。しばらく地上の人じゃなくしてやろうか。なことできるかよ。つべこべ言わずにかかってこい。飛んでる飛んでる。そこの関係者、ダストシート。外すと落ちるがどうする。え、はい、落ちたいか。そうか、僕何も答えてないっす。やりすぎたかな。いや、あいつなら大丈夫さ。そもそも、そもそも女性にそんなことを聞くのは失礼だろう。じゃあな。そう、立体映像なんだよ。マジかよ。いいからさっさと起きろよ。ボワカ、立体映像に蹴られた。てめえ本物じゃん。実はサイボーグなんだ。こらー。ああ、角原、トモエの蹴りとどっちが効いた。他に聞くことあるだろう。今、靴の底と一緒に薄い水色のが見えたような。忘れろ。そもそも、そもそもおっぱいを使う授業があるか。なかなかボロを出さないな。今回は本当に違うんだ。大丈夫か。思わず本気で蹴ってしまったじゃないか。なかなかいい蹴りじゃないか。喧嘩の後は仲直りだ。ちょっと付き合えよ。何なんだ今度は。まあまあいいからさ、ちょっとそこまでだ。これがロールプレイングゲームなら。角原陽平が仲間に加わりたいと言ってきました。どうしますか。仲間に入れるって選択肢がないんすか。と話は簡単なのに。あんたたちね、よくも私の妹をからかってくれたわね。こうなったら先手必勝。思わず蹴り返しちまった。死ぬわ。あ、持ってて。だが腕が痛い。勝ちはもらったね。試合放棄、風子の勝ち。ちょっとは心配しろ。身の程知らずめ、消えるぜろ。その蹴りは友よか。いいよ、好きなだけつっつけよ。言われなくてもつつきまくりです。
相変わらず見事な蹴りだ。どさくさに紛れて何をするか。なぎさちゃん、いい知らせを持ってきたよ。どうもや、私たち演劇部に名前貸してあげることにしたの。正直お芝居には興味ないから。それより篠原、お前に客だ。お前のことが大好きな若くて可愛い女の子だぞ。マジ？篠原芽衣です。よろしくお願いします。どうした？お前には関係ない。私に遠慮せずに食べろ。てめえ、急に乗り出してくるな。手元が狂っただろ。なんで僕らがお前と飯食わなきゃならないんだよ。お前には何もしない。してるじゃねえかよ。それからお兄ちゃん。あ、はいはい、何？これ邪魔だからここに置かせといてね。じゃあね。あんまりだ、あんまりだ、あんまりだ。間に合ってよかった。それじゃ。起きてから5分で学校は新記録だ。僕を本気で怒らせやがったな。蹴ってる途中で何か聞こえなかったか？最高って。変態か、こいつは。よし、僕に任せろ。僕味方なんですけど。見分けがつかなかった。許せ。敵も味方も見境なしかよ。こいつはやべえ、行かれてる。篠原、起きろ。なんだよ、朝っぱらから。女の子が愛の告白に来てるぞ。マジかよ。てめえ、なんだその格好は。ラグビー部だ。お前下着泥棒か。しかもそれ男もんじゃねえかよ。はい、この変態野郎。偶然って恐ろしいな。こんなことして楽しい？楽しい。さあ来い、飲みの心臓。はい、ストライク。え、ストライク、バッターアウト。爽快だ。さらに前を向くと、牙を剥き出しにした京都智代の最悪コンビが。何も殴ることないよね。お前何周してきたんだ。それで誰にも声かけられなかったのかよ。篠原、邪魔。篠原、お客さんよ。僕に？すっごい可愛い女の子、あんたに会いたいって。マーベット。お待たせしました。お兄ちゃん。あ、ほら、邪魔だから早く。どうしたんだろう。こんな場所に呼び出して何の用だ。篠原がお前にエッチなことをしたいそうだ。智代の運動神経は今さら測るまでもなかったか。僕は測定器ですか。ヤッシーな、ヤッシーな、ヤッシーな、ヤッシーな。なんの嫌がらせだ。まだ何か用？野球しようって。お前は喋るな。ストライク。手が持たねえよ。あんたの手なんかどうなってもいいからちゃんと受けなさい。ひどすぎませんか、あなた。言ってると。まあ、あの性格だしね。凶暴だし、すぐ怒るし、理不尽なこと言うし、僕のことこき使うし。思いっきり聞こえてるのよね。もう一遍言ってみる。すみません。謝ったでしょ。謝ってる顔がなんかムカついちゃった。誰がやられるって。なんならここで喧嘩が売りたいならそう言えばいいんだ。
計なこと言うから。バイオリン修理したんじゃなかったの？うん、前よりもっといい音が出せるの。っていうかパワーアップするだろ。さっきから聞いてりゃ、俺たちの雪姉に随分厚かましい頼み事してくれるじゃねえかよ。あーこれーはっきり言っておく、雪姉に迷惑かけやがったら俺たちは黙っちゃいねえ。リナ、いけねえ、姿をそらしまった。待ちましたか？いやたった今来たところです。篠原さん、この空き缶は？このバカ野郎、お前のせいでメイちゃんがどんな思いをしたと思ってるんだよ。お前がしっかりしないでどうするんだ。篠原、渚ちゃん、なんでここにいるの？お前の星じゃん、だんだん技のキレが増してないか。もう二度とあんなことしないわね。すいません、誓います。姉ちゃんが帰って寂しがってるだろうからって、お母さんが。マジ？サンキュー。だから言ったろう、この寮にいて寂しいなんてありえないって。何してるのかな？篠原さん、デートの話を聞いて面白がってました。ずーっ、てんおめぇー。ミサイさんっていろんな生徒さんに頼りにされてるんですね。素晴らしい、私も見習いたいものだ。なんだ、うん、うまいピラフ食べさせてね。って、あっとほー。ずわっ、新作のハイパーレインボーパンです。おー、そしてこちら、お友達にいただいた究極のジャムだそうです。お母さんのパンにこの究極のジャムを塗れば最強コラボの完成です。いただきます。なんか不思議な感じ。え？はい、そこまで。デリカシーのないことしてんじゃないの。はい、次僕。あんたはいいの？どうしてさ。こら、またあんな。バカ。っていうか、僕は助かってないんですが。岡崎、危ないところだったんだぞ。もう少しで男と女の関係的に。記憶の抹消完了。今度はどこにしようかな。地獄で待ってますなんてどう？地獄？おー、ナイスアイディア。なんか恐ろしげでいい感じ。気に入っていただけて嬉しいわ。本当に地獄に行くかと思った。おい、その花、起きろってよ。脅威かけて俺を一人にする気かよ。
いや、本当用事なんだ。走って。やら。